はい、どうも、オリックスを語るチャンネルでございます。ターンパリーンということでございまして、まあ今年もですね、ターンパリーンの、金がなっとるでということで、まあちょっとですね、お話をしていこうかなと、思います。まあなんやねん、ターンパリーンってね、どういうことやねんとこういうことでしたけれども、まあサムネにもしてますが、中日のですね、ライデオ・マルティネスに対してですね、まあどうやら、タンパリン、なりまくってんちゃうかな、というお話でございまして、まあ、オリックスファンとしてはですね、勘弁してくれと、ぜひ、あっち行かんかい、というふうに思っておりますので、まあ、どういうことかということですけども、10月の9日にですね、これ12球団、もうセパ合わせてですね、全日程がシーズンのね、終了した時に、まあ、報道をされたんですけども、DeNA とソフトバンクがですね、11から14億円、死者誤入すると12から15億円を、提示してるんじゃないかと、いうことでございまして、まあちょっと早すぎるし、その DeNA もソフトバンクも、そのポストシーズンが、あると、いうことで、その中日のですね、球団本部長がですね、いや、タンバリンやないかいと、いうふうに言ってるんですね。いや、タンバリンやこれ。君これタンバリンやないかと。いうふうに言ってるんです。で、まあ、要するに、交渉が初めていいですよと、要は、保留名簿に乗ってから交渉してもいい、交渉したらいいのに、交渉できるのに、もうその前から、その球団と契約している選手をですね、他球団が、まあ、ちょっとこう、自前で事前に、ちょっとこう、交渉してるんじゃないかということで、よく FA だったりとかもですね、でもタンパリンガンガナ取ると、いうふうに言われておりますけれども、まあ、スケットでもですね、そういうことになっているということでございます。まあ、FA もスケット外国人も同じくで、例えば、オリックスで言うと若月選手が去年シーズン中に、残留しましたけども、今年で言うとオスナとサンタナが、もうシーズン中に残留が決まったということで、もうスケット争奪戦になるんじゃないかと言われてたんですけど、まあ、早々にですね、残留を決めましたんで、まあ、球団は、唯一、最も早く、交渉ができるっていう特権がもちろんあるわけなんですけど、そこでちょっと、他の声も聞きたいなとか、もしかしたらタンパリンがんばなっててですね、こっちの方が魅力的だなとかなってたら、まあ、オフまで行くんじゃないかとかも言われてますよね。で、まあ DeNA とソフトバンクの11から14億円、えぐいなって思った人もいると思うんですけど、それがちょっと可愛く見えるぐらいの争奪戦に今なっておりまして、75億円の争奪戦になっておるということで、まあぜひ、そっちに行ってほしい。あるいは日本でもベイに行ってほしいなと、思って今回この動画撮ってるんですね。で、マルティネスに関しては28歳。今全盛期ブリブリということで、これからもう一盛り上がりするかもしれないですね。防御率が1点台以下を NPB で4回、セーブをでも2回取ってるということで、今年はですね、中日5位にもかかわらず43セーブを記録しているということで、この43セーブというのはですね、シーズン、日本の、1シーズンでの記録でいくと、4位に、値すると、いうことで、大魔神だったりとか、藤川球児とかいる中で、このライデル・マルティネスも、いると、いうことで、まあ、そのメジャーからしてもですね、俺はもう、もう素晴らしいのかなと、いうことでございます。5位じゃないね、最下位でございます。失礼しました、失礼しました。はい。で、少なくともあと1シーズンは、日本に残るんじゃないかというふうに言われていて、28歳の彼は現在興味を持つ複数球団と交渉中だそうですね。在籍している中日には現在は働きかけているんですけど、残留する見込みは一切ないということで、他の選択肢を模索しているということで、まあ DeNA なのかソフトバンクなのかということなんですが、ここにもう一つ、まあ選択肢があるということで、まあ日本だとこの2球団が今有力だと言われてるんですけども、ちょっと前だと巨人とかもなんか手挙げてるんじゃないかとか、まあ、オリックスもなんて言われてましたけども、今年もですね、夢のような成績を残し、メジャー球団の多くが彼を評価しているということで、メジャーでちゃんとクローザーとして75億円を超える複数年契約の可能性もあるんだというふうに言われていてですね、75億。意味わからん。何年でも意味わかんないです、それは。プレミア12でも、キューバ代表には選出されているんですけれども、まあ、あと1シーズンは、日本にいるってことなんで、ぜひ、ベイに行ってくれ。はい。ただですね、中日も譲る気はさらさらなくてですね、ソフトバンクじゃんわ。井上新しい監督ですね。井上新監督が、直接、交渉の出馬を、すると言っていてですね、引き止めにコミュ力全開で行くと。いうふうに言ってました。大丈夫か？
DeNA、ソフトバンク、メジャー、ものすごい大金で誠意を見せる中で、コミュ力全開、大丈夫か？これは大丈夫ですか？絶対的なので、残ってほしいのは紛れもない事実だと。ただ、スペイン語、一切できませんから、通訳を介しての交渉となると。立浪さんがですね、注ぎ込んだ愛情というのを交渉で感じないことがないよう丁寧に接していきたいということで、もう慎重に慎重に行くと、行きながらもコミュ力を出していくというふうな、考えだそうです。でですね、何回も言ってます。ベイに行ってくれっていうふうに言ってるのはですね、頼むからソフトバンク来んな。うん。もうええわ。もうええ、押すな、俺やないかい。って言いたいんですけども、今年のソフトバンクですね、中継ぎ陣、特にソフトバンクの押すな、なかなかに苦戦してます。5敗してるんですね。やっぱり、4年40億ですか？これがちょっと、気を緩ませてるんじゃないかということで、39試合の登板で、防御率が 3.76、5ホールド24セーブということでございます。まあ、このオスナがね、なんか、オリックスファンっていうか、僕から見ても、ちょっと最近、今年、ちょっと苦戦しとるな、ということで、まあ、その言われ方も、まあ、仕方がないのかなっていう、急に大型契約結んだ瞬間にね、こういうことになってるんで、ちょっとポストシーズンも大丈夫なんかなっていうのは、お前余計なお世話ないかいと、まあ、言われてしまえば、それまでなんですけども、まあ、個人的にも思ったりはしてます。9月の、下旬にもですね、3失点して、まあ、敗戦投手にも、なっとるということなんでね、ちょっとまあ、こう、整備ステーション失敗っていうのが目立ってきてる、今シーズンでございました。で、代わりに、クローザーを務めたのが松本投手だったりはしたんですけれども、50試合で、2敗、防御率 2.89、23ホールド14セーブ。そして、もう一人がヘルナンデスですね。48登板、3敗、防御率 2.25、21ホールド。ということで、まあ、指輪問題とかいろいろありましたけれども、いい時は本当手がつけられない。けど、あんま良くない時は、荒れるっていう僕勝手なイメージなんですね。なので、まあ、ソフトバンクとしてもですね、クローザーを、勝ちパターンをですね、盤石にしたいっていうのは、まあ、あるでしょうから。来年どうなるか全然わかんないですよ。今年のようになるとはもう保証されてないですし、モイネロもね、先発に回ったっていうこともあるんでしょう。で、パリーグのですね、中継ぎ防御率見ていくとですね、ソフトバンク1位なんですけども、ここにオリックス、追随してます。2、素晴らしい。ほぼ変わらん。0.09、ほぼ変わらんで。お見事！ありがとうございます。はい。なんで、まあ、ちょっとここがよく、もっともっと良くなってしまうと、より点的になってしまうな、と思っております。で、今年のオリックスですね、対ホークス見ていきますけども、6勝18敗。すごい負けてる。はい。ただですね、基本的に対ソフトバンクはですね、どこのパリーグの球団よりもオリックス、相性悪いっす。例えば打率も2割8厘なんですけども、一番ドベでした。5位が、4位がですね、ロッテの2割1分8厘でした。対ロッテが、まあ、4番目に低いと、いうことだったんですけども、一部も下がってますからね。ホームランなんて10本。まあそこは、大差ないですけども、ヒットも170本、対ソフトバンクに対しての連敗8連敗。これも最下位です。もう一番パリーグに対して、最長の連敗でした。次がロッテの、西武の5連敗だったんでね、ホームランを浴びた数も18本。これも最下位です。はい、自責点91。これも最下位です。はい。なのでまあもちろんね、自チームに目を向けていきたいっていうのもあるんですが、今年これだけですね、各部門で、各球団、パリーグの各球団の成績でソフトバンク相手に最下位を、炸裂させてます。はい、6項目で最下位なんでね、まあ中継ぎとか、より強固になればちょっと勘弁してくれへんかなというふうに思っているんでね、今回こんな感じで撮影をいたしました。ありがとうございました。